こんばんは。時刻は18時半を回りました。今週もこの時間は仕事人をお送りしていきます。この番組はですね、毎週素敵なゲストをお呼びして、さまざまなお仕事の裏話だったり、給料だったり、ゲストさんの一日など普段知ることのないお仕事の中身を追求していく番組となっております。転職を考えている方や就職を考えている方、就職活動の中の、お子さんを持つ方など多くの方に役立てていけたらと思います。この番組をスマートフォンで聞きたい方はスマホアプリのリッスンラジオを通して聞くことができます。またパソコンを通して聞きたいという方は FM ギノワンさんのホームページにて、お楽しみいただけます。そしてですね、今週から、この番組のスポンサー紹介をさせていただきたいんですけど、スポンサーといっても、自社しかないので一旦、自社の紹介をさせていただきます。家事に困ったら家事代行サービス30、育児中のママやお仕事で忙しい方、高齢で家事が難しい方の生活をサポートしています。料理、掃除、買い物など、家事のことなら何でも任せてください。またエアコン清掃も、スタートしております。お問い合わせは 098-800-2814 までお願いします。ということで今週も始まりました。チロリング聞かせないで見える見える、はい、ということで今週もスタートしたんですけど、なんと毎週素敵なゲストをお呼びしているこの番組に、今日ゲストがいないんですよね。でなんでいないかっていうと、いろいろちょっと諸事情あったんですけど、ちょっと今日急遽、本日ラジオの収録日が決まったっていうところで、ちょっとゲストの方は間に合わなかったっていうことなんで、遅刻っていうか、もう急遽今日決まったじゃないですか、今日撮ろうみたいな。でゲストの方が用意することができなかった。もう本日急に出れる人ってなるともういなかったんで、遅刻でもないんですけど、もはや用意してなかった。第3回目にして、なんで一応第4回第5回はもう素敵なゲストさんが決まってるわけなんですけど、ちょっと今回はもう、ゲストというか僕がゲストとなって聞いてもらおうかなっていうふうに、もう一番お手頃なまさかの自分次はもう全く分かんない、今起業しようとしている方だったりとか、もうすでに起業している方とか、これがちょっと社長さんたちに移っていくんですけど、その前にちょっと自分の、これまでの、何してきたかとか、そういう自分の会社のやってることとかを話したんですけど、現在自分がどういうお仕事をしているのかとか、言ったらスタートしたばっかりの、代表、会社の代表って普段何をしてんだみたいな、なんか毎日遊んでるみたいなイメージ結構つけられてるんで、ちょうどその辺もしっかり遊んでないんだよっていうのを説明できたらなって形で考えてるので、ちょっと CM の後に、早速いろいろ聞いてってもらえたらなというふうに。何ですか、私のマイクが入ってなかったずっと俺一人言が入ってた今入ってたか入ってなかったかわからない、定かではないけど、なるほど、とりあえずなんかアクシデント起きてます。もしかしたらじゃあ今聞いてくださってる方はずっと俺が一人でかもしれない、誰と会話してんだみたいな状態が起きてたと。予想して、なるほど、何を言って俺がこの発言をしてたかっていうのは予想してもらって、一応じゃあCM の後に、いろいろ聞いていってもらえたらと思います。では一旦 CM お願いします。親子3代で楽しめる東南植物楽園、ここでしか見られない珍しい植物にガイドツアー、可愛い動物にも触れ合える、地元食材でもてなすレストランピースも好評営業中。東南植物楽園。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖さつバター。美味しい？ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しいやってる？牛角宜野湾店、好評営業中。
長浜モーターからのお知らせです。返事は好意のバロメーター。私たちは思いやりを大切に皆様のお越しをお待ちしています。新車中古車のご相談なら宜野湾中古車街道長浜モーター 892-3719 892-3719。 レンタカーやってます。はい、皆さんに僕の声が届いてるってことは CM 開けたかなと思っていいかな。そうですね、もう合ってます。開けてます、はい、ちょっと先ほどね、自分の声がちっちゃく聞こえたかもしれないですけど、元気がないやつではないんで、アクシデントがまあまあ、まあ、やっぱり起きてるかなと思ったら起きてた。そうそう、やっぱり、あれですね、疑ってる時って、やっぱこう原因なんかそういうのがある。大体あって、必ずなんかほぼほぼあっても、ね、ほぼあって確かに確かに何に置き換えても。ということでね、はい、ちょっとゲストがねないということで、ちょっと言うとおり、はい、そうですね、まあ起業してる、なんていうんですか、起業家ジラ、まあまあまあ全然自分で起業家っていうのもあれですけど、一応起業家、そうですね、自分で会社をやってるので、ちゃんと言ってもらって、起業家って、あ、起業家です、まあ、まあまあまあ、もうすごい恥ずかしいんですけど、ってことで、はい、ちょっといろいろね、丸裸にしていこうかなと思うんですけど、うん、恥ずかしいまずね、はい、きっかけね、お金儲け以外のきっかけちょっと欲しい、うん、なるほど。別にお金儲けはきっかけ、まあ、じゃないとは言い切れないけど、うん、一応きっかけは、まあ、何回かお話しさせていただいてるんですけど、行ったら、まあ、なんだろう、会社に勤めるっていうのが自分に合ってないんじゃないかなっていう、まあ、バイトとかも続かなかったですし、あ、例えばどんなバイトしてた、今までで言ったら、菊農業の方の菊の栽培のバイトをしてたりとか、はい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 、あと、クリーニング屋さんでの工場でバイトしてたりとか、はいはい、あと一緒に、結婚式場、はいはい、うん、やったりとか、あとなんだろう、ホテルの清掃もやったし、うん、あとはホテルの中のゲームセンターとか、はいはい、って感じで、まあ、いろいろやったんですけど、はい、あんま続かなかったですね。長くて半年、あんま続かないと、続かなくて、はい、でまあいろいろこんなんで大丈夫かな自分みたいななってる時に、まあいろいろきっかけあって、知ってる先輩が自分で、収入を作るっていうことをやってたので、ネット上で、はい、それを見て、まあかっこいいなっていうのも同時に、まあ自分もそういう、なんだろうな、みんなと同じ道に進んでたら、まあそこでは勝てないなと思ったんで、まあ、自分で何か、そうですね、そうです、大丈夫どん底ではないけど、まあなんかいい、ああそうです、自分の求めてる、そうそう、生活ができないなって思ったんで、じゃあ自分でやってみようかなっていう形が、まあ最初のきっかけっていうか、それがまあ19の時の最初に自分で何かやろうと。あれ、そんな早くお前動いてたっけ。動いてた動いてた、19の時に動いてたもん、インターネット上で。あ、そうなんだ、うんうんうん、それがあって、まあ、今の会社やったのは22っすね。おお、なんで2年前、もう今20、そんな経つんだ、うん、ちょうど2年経たないぐらい、うんうん、です。和義の子供ぐらいかな。待って待って待って。じゃあ俺も同じぐらいだと思う。感覚でも早いな。もうこんな和義誰？ごめんごめん。めちゃくちゃ市場なんだけど。うん、めちゃくちゃ市場、すみません。めちゃくちゃ市場で。うんうんうん。だよな、もう、うん、まあ、友達との会話ぐらい市場だったけど。そんなにも経つ。うん、うん、はいはい。うん、うん、経ちます。なんちょ2年ぐらい。このやってから一応会社大きくなってる。どう思う？大きくな、まあそうですね、やっぱもちろん最初はゼロからなんで、うん、それと比べたらまあ 0.9 ぐらいのにはなってる、はあ、1にそろそろいきそうかなっていう、1000、いや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 、やっと 1% ぐらいの位置に達するかなみたいな形の成長で、ね、でもやっぱみんなが一番気になるのは、うんうん、どんなやって起業ってするば、うんうんうん、どんなやって起業する、あ、そこはみんな聞きたいのって。なるほどなるほど、一応会社作るのってすごい簡単で、うん、簡単、作るの自体は何かっていうと、まあ必要事項を紙に書いて書類を提出するってだけなんで。どこに提出するの、これは。これは、法務局っていうところ、那覇の法務局ってところに提出して、まあ、自分の会社ってこういう名前ですよっていうところだったりとか、あと会社って一応株式会社っていう形式と合同会社っていう形式で大体今は基本作れるかなと。これ何が変わるわけ、まあ、
何が変わるんだろうな。言ったら、まあ、役員のあの制度とかちょっと中の株式であればなんか株式の取り決めがあって総会がないといけないっていうのが、合同会社だとそういうの株式とかじゃなくて、だから代表取締役じゃなくて代表社員になってたりとか、あと最初にスタートするのも株式の方がちょっと高いんですよ。ちょっと二十何万とかお金払ってスタートなのが、合同会社だと8万とか9万ぐらいでスタートできるっていう、まあそういうぐらいの違いじゃないかなって感じですね。はい、それをまあ、だいたい選ぶとするさ、うん、選んだ後にすることは、選んだ後、まあ最初は何するか選んだんだけど、どういう事業をするのかっていうところを決めて、それによって決まる、このやり方も全然変わってる。まあそうだね、最初個人でやっていった方がいいのか、うん、それとも最初から会社にしていく方がいいのかっていうところのまあ選択からスタートするし、そうそうそう、だからそれがまあ俺の場合はまあお家に入らせていただくお仕事なんで、まあ言ったら会社っていう形でやってないとちょっと個人だと不安がある人が多いかなと思ったんで、まあ、最初から会社でスタートしたんですけど、まあそんなになんか個人のお家とかに入るような仕事じゃなかったりとか、ウェブ上でやるお仕事であれば別に個人っていう形で法人化っていうんですけど、はいはい、まあ、会社としてじゃなくてまず個人としてやっても全然、なんだろう、リスクが少なくっていうか、お金をかけずにスタートできるんじゃないかなっていう。お前頭いいんだな意外と。要はあれだろ、ま、だただお客様からやっぱどれだけこの、うん、なんていうかな、お金を引き出せるように、すごい悪いやつ、悪いようにって、ごめん、あの言い方が下手くそなだけで、そんな悪い気ないんだけど、全然めっちゃ下手。お客様からこのどんだけこのお金引き出しやすくするための行為、ごめん、もうない、悪気はないんだけど話させて、お客様下手くさリポーターすぎるお客様からこの、うん、悪い、あのまあ信用をそうそう、それだ、ごめん、言い方悪かった、していただいて、まあ、自分のサービスを届けられるようにっていう形ですね。はい、でもこれやっぱ考えないと、ただ会社建てただけだと、うん、その長くは続かないっていう感じ。まあそりゃそうかな、まず会社建てるのにお金が必要だし、書類出すのに、これ資本金っていう、資本金とは別で必要で、まず国にお支払いをしないと、国に提出すると同時に国県とかに、私会社しますよっていう、じゃあ金払いよってこと、お知らせをするのに、まあ、8万とか9万ぐらい合同会社だと取るわ、そんな取る取る取る、それも会社にすると、例えば1年間やって利益が一切出てなかったとしても、はい、最低また税金が 7,8 万1年に1回、うん、利益が出てなくても、で出てたとしたら金額に応じて、どんどん取られる。なんでそんなことすんの、えでも思うすの、まあ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 、すごいな、やっぱ法人税っていうものがあるし、住民税ってものがあるし、意外とやっぱ会社自分でやると、あ、こういう形でやっぱ国に収入って、うん、支払わないといけないんだなっていうのは分かる。やる人はお金を貯めてからしかできないって考えてた方がいいんだ、分かりやすく言うと。いや、これもあ、そうなん、いろんなパターンがあって、うん、まあ、お金を貯めてやる方もいれば、お金をまず借りてやる人もいるし、銀行さんとかから融資をいただく場合、あ、うん、あと、投資家さんから出資って形で借りるんじゃないけど、はいはい、自分の、将来のこういう風になりますよっていうところの、知ってもらって、その夢に投資してもらうっていう、まあ、3パターンかなと思いますね。はあ、それが自分にどれが合ってるかということだ。そうですね、あと、まあ、この事業はどれがいいなのか、どっちがいいのかっていうのは一概に自分は分かんないんですけど、自分の場合はこれを、投資家さんに投資してもらうっていうところを選んで、あ、そう、だから自己資金とか一切なくて、もう基本的にはまあ学生の頃にスタートなんで借りることもできないし、じゃあその時に、投資家さんですね、ホテルとかを持ってた投資家さんがいたので、その方に、じゃあホテルとかじゃなくて自分に投資してもらえませんかっていう、ちょっと疑問を持ってたんだけど、その人はどこにいるの？みんな見つけたいわけよ、それをどこにいるか、その人たち、どこにいるんだろう、どこ でも多分知らないだけで、全然どっかコンビニとか行った時にすれ違ってたりするかもしれなくて、怖い話、ただいやいや全然いっぱいそういう人っているけど、じゃあどうやって見つけるのかって言ったら、はいはい、見つけ方って、まあ、そういうサイトもあったりするらしいんだけど、エンジェル投資とかなんちゃらをいや投資してほしい人 とあの投資したい人をつなぐマッチングアプリもあると思うけど、俺の場合は、SNS とかでこういう発信をずっとやっていて、でその中からそういう投資家さんというところを、見つけて、で会うことができて、でそこから自分のこういうふうにやっていきたいんだっていう話をして応援していただいたっていう
形です。これがまあスタートできた理由ですね。でもちょっと不安なんだけど、うん、投資家さんはお前に投資してメリットはある、うんうんうん、あ、これはあるんだ。そうそう、あるあるある。あ、もちろんこれに関してはじゃあ自分の会社が大きくなっていったらどれぐらいの、そう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 、あ、そういうことか。そういう形で、まあ、始められるっていうことですね、うん、とか、まあ、資金なくても始められる事業はあるんだけど、いっぱい、うん、自分の場合は最初に資金が必要だった、はいはい、多少ですけど、こういうの面白いじゃない。もうあの今度このコメントとかで、はい、こんなのしたいんですってコメント来たら、お前がちょっとアドバイスしてあげるみたいな、うん、なるほどなるほどなるほど。というのは、まあ、自分で会社やりたい。そうそうそう、そんなコメントとか来てもらったらちょっといいんじゃない。確かに確かに。それ、まあ、自分のアドバイスでいいんだったら全然自分が思う考えを、まあ、話すことはできるんですけど、まあ、参考になればですね。うんうんうん、スタートはそんな感じです。社長ってことでしょ今。まあ言ったら社の中の長です。それ社長じゃ、社長、うん、社長になって大変なことと、うんうんうん、ね、なんかなんていうかな、いいことって言ったらちょっと砕いてない感じがするから、うんうんうん、なってこの合流した話、合流した話、うん、辛かったことと合流した話なんだっけ俺。まあ、辛かったことかね。大変だったことか。あ、大変だったこと、うん、まあ、大変だったことっていうのはやっぱり最初、まあ、家事っていうものもしてなかったんで、はいはい、じゃあどうやって、お掃除っていうサービスを届けたらいいのかとか、うん、まず商品が分かんないわけなんで、はいはい、だから料理もしたことないんで、じゃあ料理サービスってどういう風に作ってったらいいんだろうってとこももちろん悩みましたし、うん、じゃあまあそこから、経験のある人を雇用しようっていう考えに至って、はい、じゃあ経験ある人を雇用したんですけど、はいはい、経験ある人を雇用するってことは、まあ、言ったらもう 5,60 代とかの方だったんで、はいはいはい、経験豊富な方で家事のって言ったら、まあ、そしたらやっぱり年齢の差っていうところで、僕当時22なんで、22と、まあ、50何歳、まあ、趣味とか合わないよな、まあ、趣味は。まあそれ趣味とか全然合わない。合コンしたわけじゃない。どういうこと？何がでも、なんだろうな、こういう風に、あ、この育ちが違う。そうそう、話してもじゃ自分の当たり前と違かったりとか、はいはいはい、全然じゃ自分の言うことに対して聞いてくれなかったりとかっていうところがやっぱりごたごたがあって、あ、そうね、で、そうそう、そこがまあ一番最初に悩んだのは、まあ人間関係がどうしても、30歳差が埋めきれなかったっていうところは1年くらい悩みましたね。若いからな、うん、そこがまあ一番最初に悩んだところ、まあ、あとはもともとパートナーが最初いたんですよ、はいはい、後輩を一緒に誘ったんですけど、やっぱりその子にずっとなんだろうな、可能性を見せきれてなくて、自分がね、そうそうそう、それでまあ1ヶ月してちょっとパートナーの方が違うことをやりたいってことで、いなくなった時とかはまあ言ったら1人になったんで、いなくなった時ね、そう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 、1ヶ月スタートして全然お客さんいない時にもう1人になっちゃったってところでのまあ不安とか、はいはい、まあ、最初がそこはちょっと不安だったりとか悩んだとこかなっていう、あ、まあ、人間関係ですね、やっぱり、やっぱ偉くなったなったで分かることもあるってことだな。昔バイトしてて、まあ、偉くはないけど全然でも、まあ、昔バイトしてて言うさ、お前入らん、あ、すごい名前に真ん中まで結婚式場のバイトとかして、うんうん、よく怒られたりしてた、してたな、気持ち分かるなって、うん、上の立場になったら、そう、もうすごいクソバイトだったな俺たち。お皿投げて見えてないとか割ったりとかそれは違う、俺はしてない、してないけど、そういうのがやっぱ見えちゃう、そうそうそう、すごい適当に仕事してたのって申し訳なかったなっていうのは感じさせられる、分かることがあるなっていうのは、まあその辺はちょっと気づかされることも多かったかなっていうとこですね。じゃあまあ次の人なんだけど、うん、この社長に社長になって、うん、こんだけ合流したよっていうさ、いやいや夢やっぱ聞いて、あの自分も下手くそすぎて要はこの良かった点と言いますか、やっぱこれ、うんうん、夢をさ、やっぱり起業するってことは持ってる人たちなんで、な夢を与えてほしい。ああ、行ったらまだ合流できるレベルに別に達してないんで、大した合流もしてないし、はいはい、はい、あのなん、あ、じゃあこう、もじゃあ後々ね、後々私はこんな風にお金を荒く使いたいですみたいなのある。なんかすごい俺がお金荒稼ぎしたい人みたいになっちゃうんだけどそれだと。あ、でもあるんでしょ、お金持ちだとやりたいことって。うん、あるかな、うん、
何がしたいとかって別に特になくて、あだからその今やってることが楽しいっていうか、行ったらじゃあ会社の規模が大きくなって、じゃあいろんなお客さんが増えてったりとか、うん、スタッフさんが増えていくっていう周りに、そこは楽しいんですけど、別になんか合流したいからやってるとかっていうところが今本当になくて、あそこではないってことか。そうそうそう、まずその自分もただの自己満なんですけど、はいはい、会社を、作っていろんな人にサービスを届けていくのが、まあ、ただ楽しいから今やってるっていう形になっちゃってるんで、まあ、別に合意とかも一切してないし、忙しいってことね、うん、逆に水筒とか持って事務所行ってるんで、あ 水筒持って行ってとか、別に行ったらコンビニでドリンク1本買うのも昔よりだいぶもったいないなって思うようになったし、それって自分で自分に使うお金がすごい減ったっていう、会社ではもちろん前よりは全然すごいお金は使うようになったし、経費っていうところで回すところはバイトよりも増えたなって思ったけど、でも自分で使うお金に関してはどんどん減って、じゃあ休みってある？休みに関しては、あの基本なんかあんまそういう休みって概念がなくて、おかっこいい聞きた、毎日が仕事みな、今日祝日だったんですよね、言ったら、あ、そうだよ、世間はそうだよ、まあまあ世間は、うん、言ったら今日月曜日に収録してるんで、はいはい、今天皇陛下の誕生日の祝日、あの振り返休日って形だったと思うんですけど、言ったら別に自分は土日も関係ないですし、まあ、今日も言ったら朝から事務所に行って仕事してましたし、はい、昨日とかに関してはちょっと仕事する場所変えようかなと思ってうるま市の方まで行ってそこで仕事してましたし、あ、かっこいい、仕事する場所変えようかなっていう、まあだから一切しないって日はないです。ああ、もう常に。起業してからほとんどある意味仕事がある、はい、しないといけない状況。そう、まあディズニーランドとか行っても電話で打ち合わせとかしてますし、ちょび豪遊で。いやいやいや、だからまあそういう楽しみはあっても、だから旅行とかどっか行ってたとしてもそういう、もう必ずね。そうそう、年末年始とか以外はもう基本絶対もう仕事とかで。必ずね。お前電話しょっちゅう取ってるもんな。電話したりメッセージしたり。乗ったりってことはもうずっと頭から離れないっていう、まあ、それがいいか悪いかって言われると分かんないですけど、でも別に苦ではないです、やってることに対して。要はこのバイトしてたら、うん、まあもしかしたらあのお金は上がりづらいかもしれんけど、うん、時間は取れるっていう部分もあるし、うんうん、起業し始めだともしかしたらこのお金の伸びしろはもういっぱいあるんだけど時間が足りなくなると。そうですね、だから多分、うん、楽しんでできないとずっと仕事を、まあ言ったら頭から離れることもないんで、その辺は楽しんでずっと毎日休みなくてもいいっていう人じゃないと多分無理かなっていうところはありますよね。本気でその授業で向き合っていきたいとか、だからまあ別に毎日休みたいな感じではあるんですけどね、でも、うん、分かる分かる、毎日仕事はしているっていう難しいところですけど、パチンコと一緒だよな、そこやっぱり出た出た出た、パチンコって自分が打ちたい台やっぱり打たないと。なるほどな。データがいい台打っても結局これな、お前が言ってること一緒だよ。自分がこのそれで、まあ、自己満だよね、やっぱりお前の言ってることと一緒。わかるわかる、パチンコの自己満と一緒にしないでよ。ああすごいわかるんだけどさ、うんうん、聞いてほしい、これはな、最後にない、これはさ、うん、意外だったんだ、シャッこの起業してみてイメージ強かったみたいなことない、みんなが思ってたような。あ、いや意外だったっていうか、やっぱり思ってたのと違うような問題っていうのはいっぱい起きますし、じゃあ自分が想定してなかった、さっき言った人間関係の問題なんて想定もしてなかったし、はいはい、じゃあここから人手不足って今の時代こういう風になってるんだとか、税金面とかって要は自分の想像してなかった問題がすごい出てくるなっていうのは、意外だったっていうか、このびっくりしたところ、会社を始めて、じゃあ国ってこういう形で税金をこういうふうにいっぱい払わないといけないんだとか、国とか人間関係、まあこの2つですね、自分が初めてびっくりした。そっか、でもすぐ始めれるって考えたらちょっと甘いっていう感じだな。そうですね、まあいろいろ始めながら、でも考えすぎてもあれなんで、やりたいって思ったらまあ何かしらスタートしていかないと意味ないと思うんで、はいはいはい、実際やってみて、まあ問題が出たら修正ってことをやっていくしかないのかなっていうふうに今の自分のレベルでは思っちゃいますねっていうことでした。はい、そうか、うん、じゃ最後に、はいはい、ちょっともし1億円があったら何に使いたいですか。すごい金の話。最後にね、最後に1億円あったら何に使うか。もうリアルに、ここはリアルにリアルにリアルに、うん、不動産とかを買っていってもっと1億円使ったらだってなくなるけど、その1億円を
毎月入るような資産っていうのを形成していくっていう。好きでしょ。いやこれはやりがいじゃないだろ。いや、お金だけがあったらでしょ。あ、それと別で仕事もするけど、もちろんなくさい、すごいもう時間なくなっちゃってますっていうことで、はい、締めてもらっていいですか。そうです。じゃあもう来月はね、はい、来週です。来週ね、はい、まあ、あのゲストさん一応作業療法士さんを今あもう確保できた。そうしていて、はいはい、で今訪問リハビリっていうすごい今あんまり沖縄には定着のないお仕事かなと思うんですけど、はい、訪問リハビリっていう、ところで起業した、はい、まあ、起業家さん兼、はい、作業療法士さんということで、そういう方をお呼びしていきますので、最高やし、ぜひお楽しみにしていただけたらと思います。はいはい、はい、ということで、じゃあバイバイですね。はい、はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。